はい、テイルズオブクレストリアということでテイクレ1周年を迎えました。いやーめでたいね、早いね。うん、もう去年の今頃はリセマラをめちゃめちゃやってた時期ですね。じゃあ、うん、あれからもう1周年、早くない？懐かしいよ、リセマラやってた時期が。ということでね、1周年ということでいろんなイベントやらキャンペーンやらがあります。まあまあ、このリミテッド召喚もそうだけど、運試しとかね、あとまあ無料10連が何日だっけ、20日ぐらいあるのかな、最大200連ぐらい確か回せたと思うんで、まあ、無料がめっちゃ回せると、あとセレクトガチャやらまあいろいろあるんですけど、まあとりあえず今回はこいつですね、リミテッド召喚1周年記念のね、カナタ罪と共に歩むということで、ついにねカナタの2種類目の形態のカナタが出ました。やっとだね。今までね、ユーリとか3体いたりね、あのいろんなキャラの亜種っていう、まあ属性違いのキャラがいたんですけど、まああのクレストリア勢のキャラはねまだいなかったんで、ついに1周年でカナタが出ました。しかも結構かっこいいし結構強いです。まあとりあえず性能をね見ていこうかなと思うんですけど、とりあえず属性は非属性と、で覚醒スキルがまずやばくね、これ攻撃力 20% アップ、まあ無条件で非属性ならね。そして40ヒットしたら攻撃力を 50% アップっていうね、多分自分の攻撃力 50% 上げるっていうちょっと新しいやつ、いやなかなか強いね。そして非容疑、これオーバーリミッツが320もいるんだけど威力はえぐいね、 530% バカです。そして術技1、これリキャスト2で使えるのになぜか攻撃力アップ 15% を9ターン使うっていうわけわかんないことなの、どうなってんの、これめちゃめちゃ重ね掛けできるよってことでしょ。2ターンで使えるのに効果自体は9ターンもあるってようわからんスキル。そして、術技2がこの 100% の確率で全体に弱体を付与できると、強いよね、もう 100% です弱体が、しかも全体攻撃だからね絶対に当たるしね、いや強すぎ、えぐくない。メモリアもね、体験のクリティカルダメージアップだから、もうメモリアも欲しいしキャラも欲しいしっていう、いや1体出ればねもう覚醒できる石で全突してあげたいぐらいの気持ちはあるけど、まあ、問題は出るかどうか。まああとはねいつものラインナップなんで、まあ、この中にね EX キャラとか、あと前のリミテッドキャラとか入れてくれてもよかったんだけど、まあカナタしかいないんでもうカナタ狙いですね、うん、ここでカナタ引かなかったら次このカナタが出るのはもういつかわかんないんで、ここで引いておきたいところではある。ただね、割合がいつも通り、何パーだっけ ?0.7 とかだっけ ?0.7 ね、0.7% しかないです。まあ、ぶっちゃけもう引いてみないとわからない、ここら辺は。で、一応ね、リミテッドなんで、このおまけがついてくるんですけど、何個だっけパッチ 100個だっけ、確か100個ぐらいで、カナタを確定、まあ、一応ね天井みたいなのが設定されててもらえるんですけど、まあ、結局10連を何回かな、16回か17回ぐらいしないと確かね交換できないんで現実的ではないと、まあ、めちゃめちゃ課金しまくれば、まあ、やれないこともねないんですけど、まあ無理です。今回はこの1万3000のダイヤで引いていきたいと、もう引いちゃおうと思います。もう1周年なんでね引けるだろう、うん、もう初期からやってるんで、ここら辺ね、この子さんアピールして、もう子さんなんで出てくれと、ね、初期からやってるんで、ということで、まあ引いていきましょう、早速。いきます。とりあえず、1連目じゃねえ、1回目、来い。とりあえず20とし、とりあえず20とし。通常、カナタはね、もうフル覚醒なんで、オッケー、とりあえず、何個、1個、いい、全然1個でいい、よし、ルカ、まあ押していこう、スキップしたら一瞬で終わっちゃうから、押していこう、お、誰これ、ジェイドだ、ジェイドか、いや、全然嬉しい、持ってないし、ただ、強いて言うなら、同じくね、ハッピーホワイトデー。あなたにも贈り物があります。
中身は決して怪しいものではありませんのでご心配なく。嫌味メガネですね、ジェイド。ジェイドこと嫌味メガネ。いや、かっこいいね、ジェイド。ただね、ちょっと欲を言うならジェイドじゃなくて一緒に出たユーリが欲しかった。俺ユーリ持ってないからね。あのユーリ、夏ユーリと通常ユーリは持ってるんですけど、あのジェイドと一緒に出た、ホワイトデーユーリなのかな、あれ持ってないんで。まあでも普通にジェイドでもいいんで、ジェイド、まあジェイドがめっちゃ悪いみたいな言い方してるけど、ジェイドでも普通に嬉しい。ただ強さはあんまり見てない。あ、これ見れねえのか。まあまあまあいい、とりあえずね、1体出たんで、まあいい、まあいい。よし、行くか。2回目。これ、ステップ踏むごとにね、確率とか上がってくれればいいんだけど、多分これ、おまけの数が増えるだけでしょ。あ、まだ、それ、そこまで見てなかったな。ちょっと、それ、割合、ステップ変わっ、あ、あるんだ。SS、全然見てなかったね。全然見てなかった。ステップ2でメモリアが1個確定、ステップ3で3つ、で4で絶対に当たると。OK。じゃあもう1で今1個出たのは奇跡に近い。こう。よし。まあ、次で SR が1体確定すると。とりあえず、にじってくれ。また新キャラが来て欲しい。まあ、SR が2個もあるから、SR がむしろなかったらね。確定はあれだったんだけど、まあ割れてくれるんじゃない。これがはいプレスや。まあいい、まあ、ジェイド出てるから、インディグネーション多分使えねえけど、ジェイド出てるから来い。3回目いきます。インディグネーション、めっちゃ関係ない話だけど、インディグネーション使うキャラの中の好きなキャラランキングだったら、やっぱジェイド来るかな。ね、めっちゃ関係ないね。ジェイドのインディグネーションは好きなんだよね。ただ、リタも好きだね。舞うやつ。舞って、インディグネーション叶えるやつ。まあいい。全然関係ない話してしまってる。まあ。SR が確か3つ以上は確定なんだけど、20は確定ではないから、SR3 つだけ確定にして、4つあるときはもう絶対割れてくれりゃいいのに。はい。まあ、早えな。次は SSR 確定。あ、こう書いてんじゃん。これ書いとった。おまけ付きの上に書いてたね、堂々と。よし、1体確定。あとはその1体の 0.7% を引いてカナタを引けばいいだけの話。いきます。来い主人公。お前がいなきゃクレストリアが始まらねえよ。まあ、ここは安心して見れるね。絶対光るから。1個いい。全然いい。その1個がカナタなら全然いい。虹を最後にしてほしいな、マジで。クレストリア、強いて言うなら、ガチャで出る、ガチャ演出の虹を最後にしてほしい。ザビーダとかそろそろ SSR として出んじゃね。来い。あー、まだか。これ最後なんじゃない、虹が。お、この虹が最後ってことは、彼方あるよ。今、めっちゃね、個人的な理論言ってるけど、虹を最後に出すときはピックアップキャラです。来い。これだよな。出た。運は消えない。背負って刻むしかないんだ、俺の生き様を。俺まだストーリーをさ、この携帯の彼方のとこまで行ってないんだけど、なんか剣と腕が一体化してるんだね。すげえな。かっこいいな。ブリーチのイチゴみたい。イチゴも確か一体化してなかったっけ、残月と。まあいい。ブリーチの話は置いといて。出たね。出たわ。めっちゃ嬉しい。
やっぱこれがね、1年前からやってるユーザー特権ですよ。まあ、こんなこと言ってね、1年前からやってる方で出てない方がいたら非常に申し訳ないので、もうこれ以上は言わないけど、やっぱ最後のね SSR 開いたらピックアップ確定説あるんじゃないの。いやー出たね、うわー、いやマジ全覚醒しようかな。ああそうかそうかそうか、どうしよう。うん、まあでもあと1回回せるんで、まあとりあえずあと1回回します。50連ね、とりあえず50連回す、いきます。もう出たんでね、もう別にいじらなくてもいい、ぶっちゃけ。嘘、にじってほしいな。にじってほしいな、にじれ。オッケー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 、やばいやばいやばい、1周年運が爆発。めちゃめちゃ SSR 多いな。キューバ、いやー出たねカナタ。でもミゼラとかビシャスとかも確かあのそういう感じになるでしょ、ちょっと携帯が違うっていうか、そのストーリーを進めたらカナタみたいな感じで、だからそいつら、そいつらって、まあその携帯のミゼラビシャスん、ビシャス、ビシャス出たっけ、おったっけ、あんまりちゃんと覚えてはないけど、その携帯のねミゼラとか、まあ、いずれガチャで出るのかな。だから1周年はカナタしか出なかったから、1周年ガチャでそのカナタ、ミゼラ、ビシャスみたいな感じでね、その全部出してくんのかなって思ってたから。20、あシェリアだ、シェリアはね持ってなかった、そして結構欲しかった、こいつバカヒーラー、バカヒーラーでね、闘技場でいてもバカうぜ。あなたと新年をお祝いできるなら素敵な一年になりそうね。え、今回のガチャでめちゃめちゃ非属性強くなってる、俺のパーティーの。はいはいはい、ノーマと、いやシェリアも出るか。え、マジで俺の非属性めっちゃ強くなったよ。え、アタッカーがね確か非属性いなかったから、まあいなかったっていうか、まあ育ててなかったから、まあ一応琥珀とかねいたけど、非属性何がいたっけ、まあ、フェニックスとか、あとアタッカー何がいるかな、まあそこら辺のちょっと威力高い系非属性がね来るまでちょっと待とうかなって思ってたんですけど、まあこれでもうカナダが来たんで、俺の引っ張これかな、あ普通に編成で見ればいいか。キャラはめっちゃいるんですけどね、まあサボってるね、ぶっちゃけ1レベルがめっちゃ多い。いやシェリア、シェリア、カナタと、いやー強いぞこれは、一気に強くなったよ。まずシェリアの生存力えぐいし、回復力うぜえしね、ほんとこいつ敵でおったらうざいよ闘技場でも。もうカナタが出たんで、カナタはもう闘技場入れれねえな、俺光属性のカナタ闘技場に入れてるんだ、どうしよう。まあいいわ、まあまあまあいい、まあ闘技場の話は置いといて、まあ覚醒のね石を使ってカナタをフル覚醒しようかな、はい。ということで1周年ガチャ、1周年リミテッドガチャはね大勝利でした、ありがとうございました。もうこのカナタは一瞬で最強に、最強、うん、まあねできる限りの最強にしておこうかなと思います。はい、ということで今回はここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。